フリフ川崎店にいます、ちせりです。身長は168センチです。お願いします。フリフ新宿店から、います、ラムネです。身長が151センチです。お願いします。本日のテーマが2022年 SS のアパートメントコレクションということで、人気なテキスタイルのマリボンボンと、新作のカゴモクレンの雰囲気を楽しんでいただける放送ができたらなと思っておりますので、楽しみにしていてください。今回紹介するアイテムが、ちせりちゃんが着ている、カゴモクレンのニットベスト2色と、マリボンボンとカゴモクレン2柄の、足目ブロッキングシャツワンピースで、あと私が着ているウェブ限定なんですけれども、お嫁と、夜空猫の2柄の着物ガンを紹介します。2022年の SS が選ぶから引き続いてアパートメントというコレクションになります。個性豊かな住人がいっぱい住んでるアパートメントのお話を抜き出した柄になってるんですけど、今回その中からちょっと楽しげな雰囲気のマリボンボンと、新作の春の爽やかな木蓮の柄を、ピックアップしたカゴモクレンの柄をご紹介したいと思っております。ちょっとドアがたくさん、窓とドアがいっぱいついてるようなアパートメントですね。このニットベストから紹介していきたいと思います。これカゴモクレンの柄のニットベストなんですけど、色味がこのライトグレーとネイビーの2色ありまして、サイズはフリーになります。綿の素材なので、もうほんと今から春先までずっと着れますし、お家でお洗濯、この刺繍部分もフリーなので、かわいい、ポリなので、お家でお洗濯できますね。刺繍がカゴモクレの、モクレのお花になってるんですけど、グレーの方がこのカラシがちょっと差し色に入ってます。一応ネイビーの方の刺繍がこんな感じで、ミントグリーンですか、ミントグリーンです。ネイビー、そうですね、パンツスタイルが多いので、ちょっとメンズライクな感じで、パンツにシャツの中に襟付きの襟を出して着てみたいですね。結構長めです。私168センチあるんですけど、それで結構お尻下くらいまであるので、ちょっと背中気になるって方も、もう全然気にせず着ていただけます。ベスト着てみるとこんな感じです。キカとかどうでしょう。ちょっとやっぱメンズライクな感じですかね。はい。二つ目、今ちょっとニットベストの下に着てるんですけど、カゴモクレンの柄の足目ブロッキングシャツワンピースになりますね。と、一応色味の展開はこの今着ているオフホワイトのカゴモクレンの柄と、サックスカラーのマリボンボンの2色展開になってます。ね、春だからこそのこのニュアンスのお色がすごい可愛い、可愛いですね、シャツワンピになってます。でカゴモクレンの柄なんですけど、もう日本画みたいなちょっと柔らかい色味使いで、この枝のちょっとぼかしとかもすごい可愛い柄になってます。マリボンボンの方ですね。そうです、こんな感じでボタンがここにもついているので、まっすぐ止めても可愛いんですけど、こっちに止めていただくとアシンメトリーなシルエットになりますね。めっちゃ使いやすいと思います。ほんと春の色味なので、デニムのジャケットとか合わせても可愛いかな。結構濃い色が好きなので、こっちの色が好きです。ちょっと欲しくなっちゃうかなって感じですね。3つ目が私の着ているウェブ限定の、お嫁の柄と夜空猫の柄の着物ガウンになります。前回こちら出させていただいた時に、もうすぐになくなってしまった商品です。大人気ですね。ちょっと猫柄も浴衣で出てたりしたんですけど、もうその柄自体がすごく人気なので、お洋服として身にまとえるのもレアですよね。確かに、はい、カラーリングも初めて。そうですね、すごい可愛い色です。ボタンがすごく黒目ボタンになっていて、ちょっと丸っぽい感じになってますね。大きめなポッケなので手がすっぽり入りますね。これはもう
ベルトをフリフにもあるんですけど、帯をイメージした帯地ベルトっていうのがあるんですけど、ちょっと着物に帯を巻いているようなイメージで、太めなベルトして閉じちゃっても可愛いと思いますね。もう重ねてインナーの風で着てしまってもかっこいいんじゃないかと思います。私がこちらのカウントでちょっと新作のそれこそコーディネートですとか、自分が実際にフリフで着たお洋服のコーディネートとかあげてます。結構アニメとか好きなので、そういうちょっと場所にお出かけしたコーディネートとかも載せてるので、よければ見てみてください。私もこちらのアカウントでインスタグラムをやっております。お洋服のコーディネート、着回しの投稿だったりとか、着物でお出かけした投稿しているので、よかったら登録してみてください。では皆さん、来週の配信はちょっとお休みになりますので、ぜひまた再来週からぜひ見てみてください。それでは本日もライブスターを最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。